はい、どうもー、世界が使い100億人の方、この皆さん、おはようございます。ハロー、西です。いやいやいや、今1月22日の1時59分でございます。はい、はい、おはようございます。おはよう。素晴らしい朝を迎えることができましたね。はい、よく寝れましたか？すげえ寝た。12時間ぐらい。12時間、もっと多分寝てる気がしますけど。かもしれない。まあ1時ぐらい寝てるから多分。ああ、うん、まあもし寝てるか。はい、です。僕は朝ごはん食べてきましたけど、今日どうしていきましょうか。編集で、編集、編集、編集していきましょう。俺は編集するしかない、はい、ですね。僕も朝1本編集はデジタルしたんでね、うん、はい、もう1本やって髪切りに行きたいなと僕は思います。はい、はい、そんな感じで何か言っておくことありますか？そうだな、体調が悪い。体調悪い。そうですね、特にない。はい、頑張ります。じゃ行ってきます。どうもー、どうもー。はい、今日の結果報告していきます。ます。皆さんお気づきですか？え、お気づきですよね。髪型変えました。短くなりましたね。はい、うん、ファルダヘアじゃなくなっちゃったんですね。いや、一応ファルダヘアでって言ったんですけど、ね、あ、本当に初めてで、はい、ボサボサだから。ボサボサだからって言うと、やっぱりね、黒髪比率がちょっと高くなっちゃったんでね。ああ、まあそう、はい、まあもう本当思ってるバッサリね切って、なんかもう悲観とかなんかしたりと、どっかね、企画で今日西村さん戦って、もう悲観負けた人がもう悲観みたいな企画をやろうと思ってますので、はい、知らない、聞いてない、そんな話お楽しみください。はい、はい、そうしよう。で、今日はね、まあ、したことといえば、うん、はい、まあ、西村さんが、まあ、リーク MSA を取ったと。いよいよそうだな。大事その話。いや、まあ楽しいけどね。撮ってよかったなって今思ってますけど。はいはいはい、はい、うん、そういうことじゃないですね。ですね。そういうことはどうでもいいですわ。はい、はい、僕があの原大樹さん、初代タレ一門の吉本のね、はい、方に誘っていただいて、名古屋のね、結構、パチンコ好きで本当にもうガチのガチプロの方もいらっしゃって、うん、いろいろ情報を教えていただけました。本当にありがたいことに。ありがたい、うん、しかも楽しかったですね。うん、はい、よかったね。うん、よかったです。リラックスできたと、うん、感じです。はい、はい、ですね。今日何してました？お、今日僕はまあずっと編集っすね。編集なんですけど、13時半ぐらいだったかな、はいはい、ずっと寝て、うん、元気になって、うん、でもまあ頭痛えなってなって、そんな中でまあ編集して1本だけっすね。1本だけ作って、うんうん、終了。お、そんぐらいでした。はい、うん、あとはなんかパチンコ業界のことをいろいろ考えていました。お、ずっとなんか喋ってましたね。喋ってたよ。君に話しかけたんだけどね。もう喋ってた。一人で喋ってたみたいになったけど。怖いなと思ってました。一人で喋ってるね。受け答えしただろ。僕話したもんね。そうですか。僕あの昔からもうずっとなぜなぜ人間なんですけど、まああの気になってたんですね、ずっと。その今この世の中ってさ、そのパチンコ僕大好きですって胸張って言える人って相当少ないと思うんですよね。確かにね。なんなら隠すのが普通みたいな、まあね、そういう、うん、風潮あると思うんですよ。はい、なんでだろうなと思ってさ、うん、まあ、イメージが悪いからなんだろうけど、うん、なぜかなってそんなことをずっと考えてたんですよね。はい、まあ、結局負ける機会が多くって、はい、で負けたことによってネガティブになったり借金したりそれ返さなかったり約束破ったり、うんうん、まあ、いろいろやっちゃうからってことですよね。はい、うん、その姿の印象はすごく強いから、まあ、イメージ悪くなっちゃってるはずなんですよね。はい、うん、
であれば一体全体今こうやってパチンコに関わってねいろいろ発信している僕ら2人だけどもなんかできねえのかなってずっと思ってたんですよね。答えは出てないんですけどね。そんなことねちょっと考えてたそんな一日でした。ああなるほど、うん、はい、まあちょっとねまあ気持ちは分からなくないですけど僕もはい、まあパチンコしてることを隠してる時期も結構あったんでね。うん、俺もそうだった、そうですね、うん、はい、まあ僕はガチで勝ってましたけどそんなこと言っても、まあ、あんまり評価されないしね。まあね、はい、うん、まあ、世間にたくさんいらっしゃると思うので、うん、なんで皆さん隠してるのかっていうのをねコメント欄に、フルネーム自分のフルネームつけてなんで隠してるのかっていうのをね、はい、ちょっと書いていただけたらと思います。ボケが分かりづらいんじゃんなんでフルネーム書くんだ隠してないだろってね、そ, うそういうことするやつは隠してないだろって、はい、そう、まあそんな感じでしたうん、こういう話をしたいね、僕はね。うん、そうですね、うん、いつかみんながね、仮にだよ、はい、日本人のみんながさ、パチンコ好きなやつが、うん、これパチンコ好きなんだよねって胸張って言えるんだったらちょっと面白いなと思うんだよね、はい、世の中的にさ、うんうん、好きなことをね、好きだってちゃんと言える世の中だったからさ、そうやって素敵なことじゃない。素敵なことやん興味ないだろお前そう、まあ、素敵なことだよね、うん、まあ、うん、まあ答えは全く出てないですけど、うん、まあいろいろねこれからもちょっと考え続けられたら僕は僕でそれはそれでね好きなんで、うん、ちょっと誰かまた話しましょう。そういう話。そうですか、うん、僕はまあ YouTube 見ててね、あ、しんすけさん熱出てるよみたいなね、どうしたらいいねとかね、そういう話したいですね。え、どういうことそういう話したよ。はい、しんすけさんがちょっと味噌のと共演したんで久しぶりに見てすごいなと思って。はい、そう、超遠いよ、はい、ということで、明日から、まあ、本格的に行っていくと思います、名古屋、うん、はい、僕はまだ、まあね、並ぶの大嫌いなんですけど、うん、パチンコね、ちょっとね、明日はね僕が人生で一番並ぶかもしれないです。しかもね、7時前から並びます。もう凍え死んじゃうんじゃない？この時期ですよ、本当に。ちゃんとストーブ用意してある？なんか一応上から来るやつはあるらしいですよ。あと段ボール貸してくれるらしい。あ、そう。でもなるべく今度か持って行った方がいいよって言ってね。そんなレベルだよね。うん、ちょっと明日寝坊しようかな。どういうこと？いやいや、はい、寝坊いや、ちょっと風邪ひいちゃうと体が資本なんです。はい、明日1日だけですから、はい、ただ非常に楽しみな機種ではあるので、まあな、はい、うん、名古屋いるしな、せっかく価値あると思いますよ、うん、まあ別に放送の何時ごっかとかで喋っても大丈夫か、うん、まあ大丈夫じゃないですか、はい、刑事レンを狙っていきます。はいはい、レンな、うん、回るらしいな。8ぐらいあるだろうと言われてますので、ね、しかも共有できるんでね、まあちょっと忘れたらいいですけど、うん、かなりいいんじゃないでしょうか。だね、うん、それは楽しみだな、はい、僕もワクワクが止まりませんね、これは、うん、まさに名古屋にいるからこそ打てるですからね、今ね他の地域で打てる地域はありませんから、うん、はい、そんな感じですはい、ですね、はい、うん、ということでお休みたいと思いますので、はい、この辺で失礼します。はい、はい、チャンネル登録者もうすぐ1000いきます。やっとだな、はい、うん、バイ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 